横浜 DNA ベイスターズ総合練習場は神奈川県横須賀市にあった野球場。プロ野球横浜 DNA ベイスターズの練習場で同球団が運営管理していた通称ベイスターズ球場。DNA は前身の太陽ホエールズ時代に川崎市中原区の玉川河川敷近くにあった太陽玉川グランドを練習条件に軍本拠地として使用していた。 1980年、横浜市ほどがやくと、戸塚区の区間に設けたほどがや太陽球場に移転し、イースタンリーグ公式戦も行われたが、交通アクセスが不便な上に、観客席がなく、試合観戦に適した環境とは言い難かった。また、敷地も手狭で屋内練習場などの施設も不十分であった。このため、太陽は、横須賀市にあった親会社の太陽漁業の倉庫跡に、 総合練習施設を整備し、1987年に横浜太陽ホエールズ総合練習場として開設した。一方、2軍の本拠地は、その1年前に平塚球場へ移転した。1993年、横浜ベイスターズへの球団名の変更に伴い、横浜ベイスターズ総合練習場に名称変更し、2011年12月、 球団の経営上とと球団名変更のため、横浜 DNA ベイス,スターズ総合練習場に変更した。メイン球場のフィールドは、本拠地の横浜スタジアムとほぼ同じサイズで、三塁よび左翼場外に室内練習所と合宿所がある。ただし、イースタンリーグ公式戦は主に横須賀スタジアムと平塚球場で開催しており、 東北楽天ゴールデンイーグルス戦を除いては本球場が使用されるケースは少ない。ただし、春季及び秋季に行われる教育リーグの2、群主催試合や、イースタンリーグチャレンジマッチフューチャーズ戦は本球場で行われることが多い。また、三塁側広報には、横須賀港を控えており、海上自衛隊の護衛艦が停泊している様子を見ることもできる。なお、 練習場や宿舎が左翼外にあるため、ホームチームの DNA は、イースタンリーグや教育リーグなどの公式戦において三塁、側ベンチを使用する。2017年の日本シリーズ第一戦、第二戦において、X リーグで使用されていた横浜スタジアムの代替として、グラウンドを利用してのパブリックビューイングを行うことが予定されていたが、雨天による、 グラウンドコンディション不良のため両日ともに中止された。2019年、当練習場が築30年を超え、老朽化が激しいことや、追浜公園にある試合会場の横須賀スタジアムと距離が離れていることなどから、ファーム拠点の一体化を図るために、ファームの合宿所と練習場を追浜公園に移転し、当練習場は閉鎖になる。 練習場跡地については、急戦手領とともに、海上自衛隊横須賀地方総幹部の用地として、防衛省南関東防衛局が取得する方向で、調整しており、2020年度以降に、同跡地を所有しているマルハニチロアセットから、購入する予定であると2019年11月に、横須賀市に通知している。外野広報より旧株式会社、NA コーポレーション。 2009年4月1日に、日露明けぼの紹介株式会社に吸収合併され、現社名へ変更。マルハ日露ホールディングス有価証券報告書第5期及び株式会社東京放送有価証券報告書第81期によると、当該練習場は、マルハ日露アセット社より、横浜ベースターズ社への賃貸不動産と、横浜ベースターズ社保有部分からなる。 神奈川県川崎市中原区、とどろき向き河原ら3021、横浜 DNA ベイスターズ総合練習場の移転。横須賀市。オリジナルの2019年9月18日時点におけるアーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットフェードアウトスラッシュ GOOIH12019 年9月18日閲覧。米球練習場。 会議取得へ、地方総幹部、横須賀市に通知、神奈川新聞、2019年11月19日閲覧、海上自衛隊における広報機能拡充のための用地取得について、南関東防衛局、2020年5月27日閲覧、ありがとうございます。